第5戦モテギ加陽が初のポールポジションを獲得。狙うは勝利と松戸大二郎に挑む。勝利へのフラストレーションがたまる大二郎も松戸5連勝ストップに燃える。ホールショットは大二郎、追う松戸との一騎打ちのバトルが序盤から繰り広げられる。加陽が追いつく。ここから三台のつばぜり合いが始まる。一歩も引かない攻防戦はワンラップのうちに何度もポジションが変わる。パワーをフルに使う大二郎、柔軟なハンドリングを武器に食らいつく松戸、闘志むき出しで迫る加陽、その戦いは最終ラップまで続いた。トップを死守する松戸に大二郎はギリギリのライディングで襲いかかる。ダンヒルストレートから90度コーナーの進入で前に出た大二郎は約1年半ぶりの勝利に向かってアクセルを開けた。松戸は僅差の2位、3位には2人と互角の戦いを見せた加陽が入った。いや、やっと勝てました。嬉しいです。本当におめでとうございます。私も興奮してしまいました。前半戦終わったんですけれども、後半戦の意気込みをよろしくお願いします。そうです、間がすごい空いちゃうんで集中力切らさないように持続していきたいと思います。前半戦を振り返ってのポイントランキング、4勝の松戸がトップ、2位に大二郎がつけ、後半戦に突入。第6戦須郷、ポールポジションは2連続で加陽が取った。納得のポールって感じですよね。とりあえず、まあ、レースは別として予選では30秒入れてポールっていう風にテスト終わってからずっとそういう風に、まあ、自分の中で考えてたんで、まあ、それがうまく実行されたかな。まあね、モテギでやっぱ負けちゃったんで、今回はちょっとね、勝ちに行こうかなっていうか、勝つぞって感じで、ね、ワックスを抑えるルーキーに関心が高まり、絶好調加陽は勝利だけを目指してスタートした。ホールショットの大二郎を抜きトップに立つ。松戸も後方から追い上げる。ワークス2台を抑えて逃げる加陽。その後方では大二郎と松戸のバトル。松戸が2位へ。トップで走る加陽、しかし SP で転倒リタイア。
SP アウトコーナーで1台が先頭なんですが、火曜の転倒で松戸がトップ、2位は大二郎。そのまま松戸がチェッカーを受け、今季5勝目を挙げた。ハイレースじゃまずいんで、次はもっと気合い入れていきたいと思います。そうですね、もう4戦しかないんで勝ちに行きたいですね、はい。第7戦鈴鹿、タイトル獲得に向けて着々と駒を進める松戸は余裕のポールポジションをゲット。2番手に宮崎、大二郎は3番手。いつものように好スタートでホールショットを奪う大二郎、追う松戸。そして松戸がトップに立つ。逃げようとする松戸の背後に大二郎がつく。松戸はこれまでのように振り切ろうとするが、大二郎は離れない。行き詰まる神経戦が続く。それは松戸の転倒で終止符が打たれた。大二郎は2勝目を挙げ、松戸の転倒でポイント差を9とし、タイトルの可能性を見つけ出した。2位には宮崎、3位は関内が嬉しい初表彰台をゲットした。松戸選手が前でこけるまでは結構ペース的に良かったんですけど、ちょっと後半ちょっとペース維持できなくなっちゃって、ちょっと後半しんどかったです。なんとかね、ファクトリーマシン2台にちょっとでもね、食いついていきたかったんですけども、まあ、1周目で早くもミスって遅れちゃったんで、次回はこんなミスがないように考えて走りたいなと思います。第8戦つくば、大二郎はスタートで飛び出すとトップを不動のものとし、特大のウィーリーゴールを決めた。松戸はホームコースで思うような走りができずに2位。第8戦を終了し、松戸が5勝、大二郎が3勝でポイント争いはこの2人に絞られた。第9戦 TI、 松戸への反撃ののろしを上げた大二郎は自身が持つレコードを塗り替え、ポールポジションを獲得。2番手加代、3番手に松戸がつけた。決勝はスタートが苦手の松戸の好スタートで幕が開いた。